はございます。少女チャンネルの翔太です。今日はですね、今時刻がですね朝5時16分ぐらいです。で、実はたまにね朝ごはんの僕作ってる時があって、その映像を今日はお見せできればなと思ってたりしてます。で、まあ僕そこまで正直ね料理が得意ではないので、美味しいものとか別にそんなできるわけではないんですけど、今回はお見せしたいと思います。で、今日作るのはパン、目玉焼き、味噌汁っていう3大セットをお用意しようと思います。終了。ダラダラダダ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 。昨日は、まあ、この顔見れば分かる通り結構飲んだので、体に優しい味噌汁を作ろうと思います。なんで使わない、カルシファーが起きない。え、ああ、オッケー。はい、よし、じゃあ作っていこうと思います。カブの葉は少しえぐみがあると思うので塩もみします。終了。お、今日割と肌ツヤがいい気がする。終了。いつだったかな、動画を始めた時に料理のやつをやったんですけど、ここをこうした方がいいよ、こうした方がいいよ、もういろいろコメントであって、今回もいっぱい来るのかな、ないのかなみたいに思ってるんですけども、そういうコメントは一切受け付けます。どんどんやってください。うん、美味しいんだけどちょっとまだわかんないな。味オンチなとこもあるからな。美味しいんだけど微妙って時は多分俺のあれは美味しくないんだと思う。これはもうちょっと出します。よし、主役の味噌汁さんができたので、あとはテキパキとやっていこうと思います。ひょうにょう。今日そのハールの動き城のベーコン目玉焼きをやろうと思ってるんですけど、どっち先に焼けばいいんだかな。目玉焼きか多分。よし、一人2個ずつぐらいですかね、きっと。そう。え？え？ベーコンかよ。あ、ベーコンかな。うん。はい。今調べたんですけど、ベーコンからでした。終了。おはよう。おはよう。美味しそう。ごちそうしよう。うん。ちょっと俺に。しちゃっていい？どうぞどうぞ。できましたー。終了。いただきまーす。美味しそう。うん、うん、美味しい。よかったよかった。優しい味。朝にはちょうどいいかも。うん。何分も起きたの？5時15分。いやー、何だったの？
しまう。食べてしまって。うん。あ、うん、美味しかった。はい、ごちそうさまでした。片付けお礼しようかな。いや、ほんとに、うん、いつもしないじゃん。いいよ、そういうの。ルーティン。そんなことないでしょ。ルーティンじゃなくなるからさ。そんなことないでしょ。俺も片付けてるよ。いいよ。そしたら行ってくるね。はい。チューして。いってらっしゃいの、チューして。今回は僕の朝のたまにだからルーティンじゃないんだけど、まあルーティンっていう言葉が一番いいかなと思ってルーティンにしました。はい、この動画が面白いなと思っていただけたら高評価、ご飯美味しそうだなって思っていただけたら高評価、とにかく少量良かったなと思っていただけたら高評価、よろしくお願いいたします。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もほぼ毎日更新してます。ぜひ見てください。というわけで、また次回お会いしましょう。バイバイ。